謝罪し、喧嘩から国家存亡の危機まで謝り倒して何でも解決します。大変申し訳ありませんでした。謝罪の第一歩、まず相手に誠意を見せることです。相手の不満を引き出してその欲求を満たしてあげれば怒りは半減します。娘に手を挙げるなんて、謝りたいんでしょ。もう無理。なんか訴訟起こされちゃってて、なんか謝罪した。謝罪会見を開かなくてはならないんです。あ、この度は肩の力抜きすぎだろ。君がやればいい。できるわよ。誠に申し訳ございませんでした。今後日本との貿易を一切中止すると。お騒がせして。晩年の留置衆かと思った。ごめんなさい。の 120% 許さないっていうなら 150% の謝罪をするだけですから。土下座を超える謝罪がある。もしろよ。大変長らくお待たせいたしました。マイコハーンチームがお届けする前代未聞の謝罪エンターテイメント。謝りたい人が謝れば、謝ってほしい人は笑顔になる。世界はもっと平和になるんですよ。謝罪の王様。すいませんでした。なんだあれ。難しいんですよ、抑えた芝。カミングスーン。